これはね、わしが購入するのはちょっと意味がありまして、丸の内ね、東京駅を見ますと、中央郵便局の建物がありますわ。あれをね、あれは文化庁がですね、国の重要文化財ですよ、にするので、残してくれと、はっきり言った建物ですよ、あれ。ね、で、この間、下田さんと一緒によ、わしが区長とか行ってきたの、今の。全然ダメ。全くやる気なし、これ。わしは千代田区はね、日本のね、玄関とはあんまり言いたねえけど。日本はやっぱり名古屋だわ、本当は。そんだけどね、まあ、その玄関の東京駅降りたところにですね、国の重要文化財になるような建物があってですね、それを壊して当たり前ないような状況になっとるんですよ、今これ。ほんだね、日本にね、なんか自民党狂ったんじゃないですかね、これ。これ、保守とかそういう人たちはですね、そういう歴史的なものを大事にしてかないか。特に千代田区だぜ、これ、皆さん、これ。頼むよ、本当にこれ。だから今日もね、その建物保存の人たち、よくお見えになるけど、ここで一発残して、ちゃんと。これね、内部は変えてもいいんですよ、玄関に。あの建物シンプルだからね、あんまりわからんかわからん。だけど、堀端にね、明治生命館ってあるけど、あれ重要文化財になりました。ああいうのは様式建築って、実はヨーロッパのモノマネなんです。東京駅の前の中央郵便局はね、日本の官庁建築のオリジナル、第1号なんです、あれ。シンプルだけど、親しまれる郵便局を作ろうということでね、そういうやつをよ、あそこを発信地にして日本中で古い建物をみんなで大事にしていこうと、こういうね、第一歩を作る、どれというような戦いだよな、これ。本当に、負けることでございますので、絶対負けてもらったらいいからね、頼みますよ、これ。お願いします。どうもありがとうございました。下田候補は非常に建物保存についての思い入れの深い候補でございます。これから頑張って保存に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。いや先生、中央郵便局のさっきの件なんですが、今後の先生のご意向としては、今美観論争っていうのが新しく起こってるんですね。あそこだけじゃなくて、やっぱり歌舞伎座とかですね、パレスホテルの問題なんかあると思うんですけど、そのあたり先生はもうどのように認識されてますか。まあ、どのように言うかね、まあ、原則的にね、まあ、税金で作った建物、郵便局もあれは税金取んないじゃないですか。ああいうものってのはそもそも壊せないんですよ。歴史的な今の世代の人間のものだけじゃないから、まあ、そういうもともとの考え方そのものを変えないかもね、これ。当たり前だね、東京駅を降りてですね、まあ、私はあそこが日本の玄関とは言いたねやけど、名古屋がありますんで、だからまあ事実的にあそこはまあ日本の玄関で降りたところでですね、東京駅は本物を復元しようとしたんですよ。ですぐ横でですね、本物を壊すとはね、ちょっとなんか根本的におかしくなったんじゃないかと思いますね、お考えが。情けない話ですよ、これ。本当それは先ほど言いましたね、文化庁が重要文化財になりますので残してくださいってはっきり言っとる建物ですよ、これ。重要文化財壊すと文化財保護法違反で確か5年以下の懲役ですけどね、まだ文化財重要文化財 なっとらんじゃないか言っとるけど、なったも当然ですから、そんなこと、それと大体郵政の今の社長は何考えとるんだ、自分の建物じゃないですよ、まず言っときますけど、あの人たまたま社長になっただけであって、そんな不尊なことをやることはね、恐ろしいことだと思わないかもね、これ。先生、国会でも何かそういうアクションを起こされますか。いやいや、国会でやってますよ、もうずっと、ずっとやっとるんです。もうなんかもう取り壊しというか、まあ、そういうもう準備に入ってるみたいなんですけど、まあ、あの計画はね、だけどまだいろんなステップがありますから、これ下田さんが勝手に残りますよ、必ず。やはり
今回 の, そのいわゆる 皇居周辺の景観みたいなものが先生としてはその争点になり得ると。いやそれはなり得ますね。 それは当然そうじゃないですか。日本の、まあ、中心でしょこれ。信じられないですねこれ。なんか日本の政治の、ね、根本的なところが狂ったと思いますよこれ。まあ皇居周辺もあるけど他重要文化財になるというようなことをね、はっきり言っとる建物を壊すということを考えること自体がね、どうなったんでしょうかねこれ。であそこは特にあの上の高層部分ね、はい、あれは5階建てでしたかね、あの上の部分はあの東京都がわざわざですね景観残すために他に容積率を売却できる制度をわざわざ作ってるんですよ。ほんで欲しい人ばっかなんですよみんな。東京駅だけあんだけなってるでしょ。あの上はちゃんと売却してる。ただ経済的には郵政は何の損害もないところが普通ならね、こんなんとんでもないですよ本当に。まあ、郵便局なんか独占だけどあんなの切手書いてないですよね、アホらしいの。先生としてはあの明治生命ビルのような形で保存するような形を考えてらっしゃいます。それは重要文化財でそのままね、あのいろんなあれは直すんですよ。あの中のね不便なところとかね、それは耐震もやらないかんし、だけどまだまだねずっと使い続けるんですよ実は、あの建物はね。やっぱりヨーロッパのように古いものを残し内部をきれいにすると、そういうことですね。ああいうね古い建物にはね、あの巨木と同じようなもんですよ、山の中のね。いい表現です、それはねどういうことかというとね、やっぱりね年寄りを大事にする気持ちそんなにないんですよこれ、人間と。だから重要な一歩だと思いますよ日本にとっても。先生、名古屋市長選の立候補っていう話もありますけど、はいはい、名古屋に行かないでじゃあ東京でぜひ頑張ってください。これはこれで、これはまあしょっちゅう来てやらなあかんですから。わかりました。ライフワーク言ってもらうとあれですけど、まあ、とにかくこれはね貴重な一歩ですよこれ。